お世話になっております。ひびきチャンネルです。今日は神栖市のフレンチレストランめぶきさんにやういちゃんとディナーに来たんで、撮影の許可得たんで撮影します。1品目、今日はコース料理を頼んだんですけど、これメロンの何？メロンの前菜が来ました。メロン、今が旬のメロンのお通しみたいって言ってました。いただきます。うん、本当にメロン。いつぶりにこういうレストランに来たって感じなんですけど、これ本当にね、マジでメロン。え、で、どうですか、やゆちゃん。笑ってるし。本当にメロン。美人でしょ、やゆちゃん。今日のやゆちゃんは高校からのお友達です。ちなみに言いますと、もう顔の大きさとか比べないで、ね、めちゃめちゃ違うから、マジで。はい、2品目、サラダ来ました。いただきます。どうですか？美味しい。美味しいね、うん、彩りがめっちゃいいです、うん、味も美味しい、最高、やっぱり、うん、うんうん、これ何？中キッシュが、キッシュなのかな？キッシュっぽいのが入ってます、うん、やっぱりこういうレストランだからやっぱ手が込んでますね、うん、続きましてパンも来ました。このパンはこのめぶきさんの姉妹店のディジョンさんっていうパンが、パン屋さんのパンです。はい、いただきます。焼きたてを持ってきてくれるんで、おかわりできますよ、このパン。本当にパン屋さんのパンが出てくる、マジで。次はじゃがいもの冷製スープです。いただきます。めっちゃあっさりしてる。うんうんうん、そんなになんか濃くない。後から来るね。濃くない。後から、うん、じゃがいもって感じ、うん、あっさりしてる。美味しい。美味しい。しかも冷製だから飲めちゃうね。飲めちゃうね。飲めちゃう。飲めちゃう。今時期にちょうど合う冷製。メインが来ました。私はですね、真心豚のハンバーグで、真心豚ほこたの石波ファームさんの真心豚のハンバーグが、いただきます。鮮魚のポワレです。いただきます。いただきます。すごいね、さすが石波ファームさん。だってここね、めぶきさん来てさ、うんうん、その地元のさ豚屋さんがさ、おろしてるなんてさ、うん、ちょっとびっくり、ね、びっくりびっくりびっくり。どうですか？あ、なんか柔らかすぎる。ちょっとやばい、これ本当だ。え、取れない。スプーンじゃないと食べられないぐらい。どうでしょう。美味しい。とろける、うん、これね、柔らかくてね、フォークに刺さんないんですよ、マジで。ちょっとレアレアレアって感じかも。本当だね。マジ美味しい、やばいよ。溶けちゃう。うん、うん、美味しい。美味しい、うん、食べて。後で食べる。美味しい。魚も美味しいって、うん、ふわ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 、うん、ハンバーグやばい、うん、マジで。真心豚ハンバーグ、最後の一口、やゆちゃんが食べます。石神ファームさん見てますか？石神、美味しいっしょ。ほこたの代表の肉だよ、真心豚。美味しい。最高。イエーイ。希少部位のイチボ、いただきます。なんでめっちゃ洗った。イチボやばいな。ちょうどいい焼き加減、私結構レア目が好きなんですけど、ほらめっちゃいい感じ。いただきます。いちご、うん、本当だ、すごいすごいレアだよ、肉汁が、うん、めっちゃ美味しいんだけど、うん、本当に美味しいんだけど、これ何？いや、ハンバーグもね、めっちゃ美味しかった。これ基本これ柔らかいのかな、調理方法が。レア系っていうかね、そう。あとメインでサーロイン、黒毛和牛だよね、うん、黒毛和牛って書いてあるよね。黒毛和牛、黒毛和牛のサーロインも来ました。欲張りなんで、いただいちゃいます。これ切るって。これもさ、結構レア系だよ、うん、はい、黒毛和牛です。これはやばいよ。一部入ってる、うん、やばいよ、マジで。まあ、イチボよりちょっと脂っぽいかも。あ、
ちょっと食べてみて、意外に油っぽいよ、うん、脂身がある。黒毛和牛の方がいちごより柔らかい。うん、うん、ほんとだでしょ、うん、あの脂身が好きな人は黒毛和牛おすすめだな。そうだね、うん、こってり系、脂がこうそう、うん、じゅわってくるよね、くる、うん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 、乾杯乾杯、イエーイ。てかどこでも酔っ払えることが判明してきた。声であんな大きくなってきたし、やばい。今日は上品に行きますよ皆さん、うん、これフレンチレストランでも酔っ払えるんですね、やっぱりね。判明した。これがデザートです。最後のいただきます。ありがとうございます。ありがとう、かわいい。めぶきさん、こういう誕生日のお祝いもできますんで、ぜひ、うん、すごい、結婚記念日、入籍、誕生日、うん、っていうかマジでね、これこっちが本当に超美味しい。このデザートがやばい。何だった何だった、このね、シャーベットが本当にさっぱりしててやばい。本当に美味しい。何のシャーベットって言った、ヨーグルトのシャーベットって言ってた。ほう、本当さっぱり。さっきまでさ超美味しい、お肉だったからね、ちょうどいいね、やっぱり。やっぱ考えてんだな、うん、本当に美味しい、うん、さっぱり。女子会など、うん、あとデートにも、うん、おすすめです。個室だからね。そう、個室もあるから、いい、ね、女子会にぴったり。最悪子連れでも、私子連れでも来たことあるんですけど、ベビーカーをして行けるね。そう、それでもね、可能ですよ、うん、フレンチ料理も子供相手も食べれないことはない。そう、ことはないね。はい、めぶきさんのメニューはこんな感じです。ちょっと小声ですいません。今日はこんな感じです。ランチもちなみにやってます。これ聞こえてんのかな。あと、はい、単品料理も大好きといっぱいあります。今日のコースは、今日はですね、この A コースをいただきました。今日はこの A コースでーす。美味しかったでーす。じゃあ締めの紅茶で。はい、ごちそうさまでした。また響きチャンネルよろしくお願いします。チャンネル登録してください。ごちそうさまでーす。